アクセスジャパングループさんというのは平成13年に創業されて、はい、今25年ですからわずか13年の間に、グループ傘下に17社、そして従業員数約2000人というですね、もう非常に短期間で巨大なグループ企業をですね形成された、その福岡県内でももう稀に見る成長企業だというふうに伺っているんですが、このそもそもアクセスジャパングループさんという会社のですね、はい、中心にどういう事業がありどういうグループ企業なのか教えていただいてよろしいでしょうか。製造技術に特化した、つまり工場のアウトソーシング、うん、アウトソーシング請負い化をですね、はい、前面に出して成長してきた企業、はい、なるほど。それに今度はいろんな肉付けをしながらですね、はい、他業種に展開しているという、はい、そういう会社ですね。製造業の請負い、はい、このことをちょっと詳しく聞かせていただきたいんですが、野田会長はもともと前職ブリヂストンの工場の方にいらっしゃった、で、そうですね、課長まで勤められてその工場経営のスペシャリストだったというふうに伺っておるんですが、その今の仕事とどういうふうにつながっていらっしゃるのか。アウトソーシングというですね、もうこれも本当に先方の請負をやらせていただく企業、はい、でここのニーズにどう応えていくか、うん、まあ、結論を言えばここの経営パートナーとしてですね、うん、要は経営に責任が持てる、経営に責任が持てる、うん、そういう企業でありたい。なるほど。ここが私が一番重くやってきたことなんですね。単なる請負ではなく経営に責任が持てるアウトソーシング。そうですね。経営に責任が持てると言いますと具体的にそれぞれの工場はですねやっぱり必死に生産活動をやられてるんですね、はい、だから長年やられてるとですね、はい、見落とされてる部分がいっぱいあるんですよ、はいはい、と外部からですね、はい、まあ、工場に見せていただくと、はい、欠陥がいっぱい見えるんですね。うんうんうん、それ次々にこう指摘をしながらですね、はい、そんなロスをですね、退治していくと。退治していく。例えばどんなロスが見えてくるんでしょうか。安全品質生産というですね、うんうん、三位一体の考え方ですけれども、はい、ロスは至る所にあります。ですから生産も。生産も。安全も、安全もして品質も、うん、これを今のレベルから一ランク上げていくというですね、うんうんうん、そういう作業をうちの作業うちの社員たちと一緒に請負の中でやっていくという、はあ、なるほど。それが経営に責任を持つというですね、そういうことなんですね。なるほど。ですから弊社だけそのメリットがある話でもないし、はいですね、はい、その親企業といいますか、うんうん、契約をいただいたところから喜んでもらえるような、うん、そういう企業にありたいという。なるほど。これがその創業の理念なんですね。なるほど。その製造業を下支えしたいという、はいはい、今おっしゃったその製造業を下支えしたい創業の理念というのはもともと中国に前職ブリヂストン時代に赴任されていた時に感じられた危機感から来ているというふうに伺ってますが、その通りですね。その話ぜひ聞かせてください、はい、前職ですね、はい、あの中国工場の、製造部を、うん、に着任してですね、で日々本当に日々市場調査に休みの時はですね、うん、回ってたんですね、うん、だ時はちょうど中国が WTO に加盟しようという時でですね、はい、そんな折にいろんな企業いろんな製品を見させてもらうとですね、はい、本当にあっという間に品質が良くなっていきよるんですね。この間まで雑然としとった品質が、はい、なんでこんなに良くなる、はあ、そこの工場見に行くぜ、はい、で行くわけですね、はい、そうすると日本から、はい、人物金、はあ、プロセス、はあ、続々と来よるわけですよ。ノウハウがどんどん入ってきてるわけですね、はい。ここはもう世界の生産工場になってしまってですね、はい、結果的には日本の製造工場が負けるというコストで、品質で、そういう
このままでは負けるねというのがですね、はい、15年前にひしひしと感じました。ですから早く微力なんだけど早く日本に帰って本当にそういう製造とか物流とかですね、中国本当にコストが安いものがどんどん流れてきますから、それに対応していくですね、生産性であり、あるいは品質でありですね、こういったことを手伝っていこうというふうに思ったんですよ。それが創業の理念につながってるわけですね。そう、危機感、危機感ですね。このままじゃ負けると。そうですね。